はい、おはようございます。犬蔵です。今日はね、豊橋でビール祭りがあるのでちょっと行ってきたいと思います。今日はね、H 蔵と約束だったんですけど、日にちをミスって明日だったようです。今日はね、暇になっちゃったんで一人で行ってきます。豊橋駅からだとね、10分ぐらいかな、ちょっと歩いて離れてるんですけど、元デパートがあったところにね、図書館ができたんで、そこで開催されるようです。前売りは2000円、当日は2200円の券で飲み比べができるイベントとなっております。さあ、到着しました。ちょっと行ってきます。いらないんで当日ください。はい、1枚はい、2200円でございます。チケット会場までこれでなりますね。はい、ありがとうございます。毎回ね、H 蔵頼みでね、クラフトビール選んでるんで、今日もね、率先して選んで飲みたいと思います。よし、こちら S サイズで1種類ですか、ここは3種類あるんですけど。あ、これです。そうですね、レイジアイティーってちょっとフルーティーな。何ですか。イワシの赤じそを使ったちょっとハーバルな、はいはい、かわひんこい、はい、すっきりした。これは小麦を使ったスイーツついてる。今日はどれがおすすめですか。全部おすすめなんです。そうですよね、今日は自信作しか持ってないです。全部飲んでほしいです。あ、なるほど、うまいですね。じゃあとりあえず入り口からいきますか。ヘジャイビール、はい、お願いします。ちっちゃいですね。はい、3枚いただきますね。はい、ありがとうございます。ヘイジンです。ここ YouTube で画像使っても大丈夫ですか。もちろん大丈夫ですよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。美味しそう。いただきます。うめ、これうまい。それでいいですね。じゃあそれお願いします。小さい方で。あ、先生チケット、はい、3枚ちょっといただきます。じゃあボールで入れます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。独特な味ですね。ちょっと酸っぱみもある、酸味あり。フライドポテト、フライドポテト、ありがとうございます。2枚でございます。ありがとうございます。よければフォローで枝豆をつきます。枝豆アーケードマスターにもらいます、ね。ちょっと後でまた。こちらはね、フランクルと去年あったんですけど違うものになってました。なのでフライドポテトを購入してみました。これはこれでうまい。
3杯で行けますか。あ、大丈夫です、はい、どちらにいたしますか。2種類なんですか。じゃあゴルカゴールドで、はい、ありがとうございます。横須賀にお店があるんですか、販売が、はい、いや、もう醸造も、醸造所もすごいですね、横須賀にあって今回参加させていただきました。去年は、はい、去年は出店されてました。いや、私は初めてです。初めてです、ね、どうですか、横須賀行ったことないんでまた遊びに。あ、もうぜひ。じゃあこちらから、はい、全部こんな感じで販売となるんで、ありがとうございます、はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、楽しんできます。ぜひぜひ、ぜひぜひ、ありがとうございます。今日はね、3杯、あと、もうチケットがなくなっちゃったんで、これで帰りたいと思います。また来